山田観山,山山田観山大正7年12月26日は、明治期の日本の天国家である。総統州の僧侶であり、司書家にも堪能であった。縄純子、郷賀観山。名古屋の人。総統州の僧であったが、18歳の頃、小曽根剣道に訪ねて、天国について問い、24歳の時に、福井官院に入門しだが不要の流れを組む。 古代派の天国を学ぶ。明治16年に、西明寺十字を任されるが、同19年には辞して、大阪に出る。同28年に、東京に移り住み芝を探知班に、芝仙道と名付けたよう結ぶ。同30年に、新国に渡り、御小席と親しく交わりその門下となっている。伊藤博文の事業員を受けてから地遇を得て、交際を深めた。 和光に奪われたという蘇州館山寺の盆栓を国内で創作したが発見できず、新たな盆栓を鋳造するときに白文にその名文の選定を依頼。その後、関山寺団と壮大を託している。新国から帰朝した後、白文らの参上を得て、大正四年千葉県海上軍の尻村ム座長さんに、関山寺別院を建設し住職となる。明治四十年に、 かわいいよりをはじめ諸星、中村蘭大、五星、浜村増六、岡本鎮所らと、日のと羊印者を結成。他にも駅祭符を取りの、印象備え性の観光、中村不説らと、初回を催すなど、活発に行動し、後進の育成や、天国芸術の発展に尽力した。天国家の木村武コとは、新潟の同郷で、生涯の友として交際した。 竹ケの編集した著名な陰譜、ラカン陰譜に漢山の傑作が収録されている。また竹ケの次男昌平を娘婿に迎え、天国行を継がせている。その天国は合法来楽な作風で知られ、甲府要の政党の流れを組み、自らその後生と称した。甲府要、源のただ長尾張った枠福井丹院、山田漢山、山田昌平。天国には、 天書以外にも、霊書、会書、行書、草書、大和コイン体、金、凡字など自由活達に用い、印材も多様で、石印以外に鋳造印、陶印、木印などを制作している。また、多芸多彩であり、天国以外にも、死、小翼子、が陶芸に巧みだった。生涯を製品に暮らした。大正7年12月26日。 下役下屋長にて亡くなる。去年62歳。戒名は、寺徳院、観山草順古寺といい、紀州西明寺に葬られた。なお、鎌倉縁学寺に分骨もされている。神の雄事、P128 神の雄事、P129 ありがとうございます。